こんにちは。ゆたかさん、はい、もう呼ばれましたか？おお、呼ばれたよ。呼ばれた？初ですか？税務署に。税務署に、ちょっとね。それは嘘。びっくりじゃないですか。呼ばれ、違う。そうですよね。呼ばれたというのは、はい、あれですよ。何？臨時コーチです、春の。ああ、忙しいからな、俺も。あ、そうだ。断らなきゃいけないし、似てて。まあ、断らなきゃいけないから。そっか。だから、うん、来ないでくれオーラ出してるだろ。そうですね。そんなことない。いや実際問題忙しいのであれなんですけど、今年の春のキャンプ臨時コーチがね、はい、続々と発表されていますけれども、はい、今回の動画ではこれ毎年やってるんですけども、はい、豊さんが各球団の GM だったら、はい、この臨時コーチを呼びたい、もしくはこの球団呼ぶべきというのをやっていきたいと思います。はい、で既にもう発表されているチームあります。はい、例えばいち早かったのが中日、うん、まず今中慎二さん、左の今中慎二、はい、ピッチングコーチで、はっきりしてる男だからね、うん、ダメなものはダメ、うんね、いいものはいい、うんね、こうやらなきゃダメってはっきりしてるから、はい、指導が、うんうんうん、だからいいと思う。特にあの中日の大野雄大投手なんかはその臨時コーチの今中さんと若手投手の橋渡し的な役にもなれたらなんて話していたりとかしてますし、うん、そうだね、はい、まずは自分のことやった方がいいよ。まあそうですね。まあ気がそうですね、昨年投げてないしな、まあそうですね、大変なシーズンになると思うから、うん、確かに、ね、うん、だから頑張ってほしいよな。はい、そして阪神は岡田監督が、はい、まあ、鳥谷さん赤星さん来ると思うよ、はい、みたいな感じで、まあ鳥谷は守備ね、あ、そうですね、うん、まあ、バッティングもそうだけど今岡がしっかりしてるからね、はい、バッティングではね、うん、だからその連携プレーだとか、うん、より内野はどういうふうに守るべきかとか、うんうん、まあ、基本だとか、はい、まあ、そういうのを教えていくのかなっていうふうには思うけどね。そうです、ね、まあ、赤星はやっぱ走塁かなっていう、まあ、まあそこですよね、うん、外野手でしたし走塁もすごかったし、で岡田監督っていうのは前半は走らなかったけども、うん、前半っていうのは試合の前半はね、はい、でも後半、まあ、中継ぎが出てきた時に足を使い出すというね、うん、まあ、そこら辺の精度も上げたいだろうし、はい、まあ、早く使えるとより便利だしね。そうですよね、だからまあそういうところをこう教えていってほしいなっていうのは思ってるんじゃないの。じゃあ阪神はそのピッチャーの臨時コーチというよりかは野手の臨時コーチ、ピッチャーいいからな。まあ、そうですね、うん、いらないんじゃない。しかしたら勝手に投げとけって、まあ、確かに、だやっぱりその守備とか走るとか、まあ、そういうところに重点を置いてるのかもしれないですね。 そうだね。それから西武です。はい、一軍キャンプで昨年に引き続き松坂大輔さんを臨時コーチで呼ぶというふうにも話しています。まあ、呼ばなくていいぐらい能力の高い選手たちがいるけどね、投手陣は。まあ、そうです。でもより、より、うん、あの高いレベルでものを考えられるように松坂を呼んだという、はい、ね、まあ、そんな感じがするけどね。そうね、はい、さあ、そしてヤクルト、はい、こちら4年連続で古田さんを招集ということで、うん、そして、はい、あの真中さんも2年連続ですかね。これが分からない。なんでいいじゃない。中和剤かなみたいな。誰の？まあ、みんなの。みんなの中和剤。何ですかそのアルカリ性と酸性の真中みたいな。いやいや、なんか真中な、真中があの監督の時も教えなかったから、自主性自主性って言って、じゃあ今回でもコーチでも自主性にするんですか。いや、わかんない、それだとなんか投げてるみたいな。いや、そうですよね。みんな学校では自由時間みたいな。そんな自由学習みたいな、うん、そうですよね。でも臨時コーチでもね、真中がいるとね、うん、明るくなるよ。あ、なるほど。雰囲気変わる、思う雰囲気が軽くなるというか。そういう意味でも、いやいや、それ大事なことだから。やっぱキャンプって疲れるしね。はい。だから技術も教えるよ多分。どんなことを真中さんっていうのを教える。わからんな、これは謎に包まれてるね。そうなんですよ。いや、でも優勝監督ですからね。いや、そう真中さんは、うん、でも、まあ、高津監督のね、話し相手とか、はい、まあ、そういうこともいいだろうし、うん、まあ、優勝監督だしね、はい、うん、お互いにね。でも真中さんが例えば村上選手に指導するとか、うん、そういう姿も見られるかもしれない。黙っててください。ちょっと待って、言われるかも、ね、ちょっと、村上選手に黙っててください。黙っててください。あ、はい、みたいな。いや、そんなことはないけどさ。そうですよね。まあまあ、でも楽しい男だよ。いい男だから。そうですよね、真中さんといえば。まあ、そういった方々が今名前は明らかになっているんですけれども、はいはいはい、それ以外にもちろんね、臨時コーチ呼ばないっていうところも出てくるかもしれないですけど、まあ、そうだね。面白いところで言えば、新庄監督の初年度の時には武井壮さんね、呼ばれましたよね、はいはい、あの百獣の王の百獣の王なるほどね、はい、うん、でそこで例えば走る技術とか、うん、全く
多ジャンルというか多分野からっていうのを初年度にやったのも面白いなっていうのもありましたけれども、まあ、日本ハムはね宮本慎也読んだらどうかなと思う。それはやっぱ守備だよね。はい、まあ、そうですよ。守備、まあ、昨年のその負けの原因のそうだ7割は守備だと思うんだよな、うん。まあ、そうだったら、まあ、荒木というコーチがね、はい、まあ、秋は来たけども、うん、宮本慎也って教えることもうまいし、うん、であの坂本が、ね、はい、守備に対して意識が変わったことによってあの年までできたっていう、はい、まあ、いうこともちゃんと言ってるしね、うん、でやっぱ宮本慎也の教え方とかそういうのは臨時コーチに呼んだら、うん、まあ、面白いのかなと思うけどね。そうですよね、うん、まあ、日本ハムももちろん OB ではないですけれども、もう OB 関係ないだろう今は。もういやだってもうジストラだってさチーム垣根超えすぎだから。そうですね、うん、確かに確かに、うん、そこら辺はいいものを吸収するということで、はい、まあ、いいのかなというふうには思うけどね。確かに守備という面でじゃあ日本ハムには宮本慎也さんが豊さんじゃないかと、うん、はい、いうところ。じゃあセリーグ、まあ、阪神はもう決まりましたけれども、うん、阪神はじゃあピッチャーのコーチは別に呼ばなくても良さそうですか、うん、と思うよ、うん、能力高いもん。まあみんなそうですね。あんまりごちゃごちゃ言わないでくれって逆に岡田監督が言いそうだもんね。そうか、例えば、ね、下柳さんとか、まあ、今キッチンの方で大変ですけれども。大変だね下柳さん、ね、孤独のグルメにも出てたなあ、で多ジャンルでね、いいですけれども。とか、はい、とか、まあ、あの真由美さんももういいんじゃないの。真由美さんゴールばっかりやってるから。あ、能見か、はい、能見の、はい、どちらかというとオリックス寄りだよね、なんか能見はあ、そうか、そっちの方がなんかそんなイメージだよ。うん、だからピッチャーは特に担当コーチがいるのに呼ばれても困るよね。何をっていうことになっちゃいますね、教えればっていう。そうそうそう、じゃあいいのか。威厳もなくなるしさ、はい、担当コーチが、うん、だからあんまりその多く呼ぶっていうのは良くないよね。そうですね、やみくもにそうするのってことですね。そう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 。カープは？カープはね、その打つ能力だとか、うん、教える能力だとか、うん、そういうのはいいと思うんだよね、はい、ただやっぱこう走塁とか、うん、そういうことを考えると、うん、吉彦さんなんかいいよ。豊さん本当に答えることにずっと押してますもんね、やっぱり、うん、吉彦さんは長期はダメなんだよ、うん、喧嘩始めるから逆らっちゃうからそうなんですね逆らっちゃうからでも短期で集中して教えたあの人はうまいよ。じゃあ例えば1週間とか、うん、2週間ガッと2週間長いかもね。2週間長い、じゃあ10日でいい10日でいいでもすごい教えることに、いやあの人は情熱があるから、うん、で絶対教え出したらとことん伝え切るやれるまでっていうのを徹底するから、うん、だから俺はいいと思うよ吉岡さんなんか。特に吉彦さんとマンツーで教えてほしい選手っていますか。この選手、吉子さん教えたらもっともっと伸びていくな。いやいや、走塁で伸びてほしいのは小園とかね。あ、はい、レギュラーで言えば、だから控えで言えば羽月とか、うん、まあ、そういった選手っていうのはやっぱこうためになると思う。あの人のやっぱ盗塁の技術さとか、うん、やっぱ抜けてるよ。そうん、うん、教え方とかも深いし。そうなんです、うん、ぜひあのね、球団の方短期間でぜひ吉子さん、まあ、お願いしてもね、これは通る問題でもないからまあいろいろね、まあまあね、そうですよね。まあでもやっぱ球団の OB だし、うん、ね、愛情も持ってるからチームにね、だから、まあ、そうなったらいいなというふうに思ってるけど、ね、ですよね、はい、DeNA はね、元木、うん、ジャイアンツだった元木さんですか。元木大輔、それは走塁という意味で。ああ、走る面ですね、うん、元木はね、足はめちゃくちゃ遅かったよ、うんうん、でもその分走塁に関してはめちゃくちゃうまかったよ、うん、で DeNA はどちらかというと足が遅い、はい、でもそういう選手たちにその元木の感性を伝えてほしいよ、うん、そしたらもっと上手くなる。ずっと DeNA はね、やっぱり足っていうふうに豊かに言われてたし、で盗塁とかね、石井拓郎とかも教えられるんだよ、はい、だからそういうのに使えばいいし、うん、でも拓郎の感性で走塁を教えても分かんない可能性はあるんだよ。その元木さんの感性のその足の凄さって、もうね、相手の心理を分かりながらリード幅とかオーバーランとかもしてるんだよ。ああ、すごい。俺も現役時代こう被って一緒にやってるけども、うまいなと思った。それはやっぱり教えられれば ENA の選手たちもそれって習得っていうのは。いや、だから元木ほどの勇気があればね。やっぱ勇気も備わってなきゃダメだし、はい、これあの意外でしょ、はい、元木が走塁みたいな、うん、
いやだけど綾野本木大輔の走塁の感性っていうのはこれは俺ピカイチだと思うよ。へだから足が遅いけども感性が宿ってたと。まあ、それ DeNA がね習得したらもう上位というか。あもちろん、ね、もちろんもちろんもちろん。で今もうねあの巨人は退団されたので。あそう自由に動けますもんね。自由に動ける。あぜひ呼んでほしいですけど。いやこれはね本当にうまいと思う。それとやっぱり野球の方がいいから、うん、まあそういう時間があるときは三浦大輔監督と話をしておくといいと思う。やっぱね勉強になると思う。あ、うん、監督やったからって全て備わってるわけじゃないし、うん、三浦監督っていうのはやっぱりピッチャー出身だし野手のことがわからないでしょ、うん、で元木の感性っていうのはね絶対使えるから。それと野球のっていうのは、うん、じゃあどうしたらいいかこうしたらいいかっていうのはもうピンピン来るタイプだから。通常のコーチにはもちろん OB ではないので入れないですけど臨時コーチはね垣根越えてくる。いやだから OB じゃないからいいんだよ。あ逆に OB だと先輩だからみたいな、まあ、そういうことがあるけど、まあ、もちろん元木も先輩だろうけども、うん、元木もああいうフランクな性格だし教えてってくれるよ、うん、だからこれはもうジャイアンツが外れたって言ったら、うん、大輔の能力っていうのは、うん、俺はなんかもったいないなと思うから。じゃあそこに一つ本木さんの野球脳を追加することで、うん、野球脳を追加したりだとか走塁の感性とかね、うんうん、まあそういうのを追加してくれると面白いなと思うけどね、うん、じゃあ本木さんが辞められた巨人、はい、巨人は臨時コーチはどんな方来るでしょうけど。まああのコーチも配置転換もあり、うん、まあ新しいコーチも2軍から上がってきたりだとか、はい、まあいろいろしてるからまあそこら辺でちょっと落ち着かないといけないよね、まずは、はい、そのコーチが持ってる考えを選手に伝えなきゃいけない、まず、うん、こうしてほしい、ああしてほしいっていう。そこに臨時コーチが入ってくるとこれがまた邪魔になってくる可能性があるから今年1年はね、いらないと思う。あ、じゃあ逆にやらない方がいいですね。うん、で、阿部監督と違う考えを持ってるようなコーチが来たらこれまた問題になるし、はい、え、こっちの方がいいじゃんみたいになると困るしね、うん、まずはやっぱこう新しい配置替えをしたコーチたちがどう選手たちにその野球というものを伝えていくか、うん、その分野分野でね、はい、その方が俺は大切だと思う。だから何でもかんでもさ、はい、臨時コーチを呼べばいいかっていう問題でもないよね。そうですね、うん、逆にあの呼ばない方が我がより一つになって強くなるってことも、うん、特に新監督のところはあんまり呼ばない方がいいよね。ああ、そういうことなんですね。まあ、例えばソフトバンクのところ、はい、楽天だとか、うん、まあ、そういうところもあんまり呼ばない方がいいと思う、うんうん、あ、そう、まずは自分たちコーチたちスタッフがどういう考えを持って今年の野球を進めていくかっていう方が先だから、うん、はい、だからその方がいいと思うな、うん、じゃあオリックスはどうですか。オリックスなあ、ピッチャーいらないなあ、うん、ピッチャーそのいらないような気がしますだろ、はい、だから阪神も一緒なんだよ、いらない。確かにそうですよ、ね、そうでしょ、まあ、野手っつってもあそこはもう入れ替わり立ち替わりだからな。そうですよね。いつもどうしてるんだろうオリックスは。なあ、はい、でもあそこ優秀なコーチたくさんいるよ、うんうんうん、だからいらないんじゃないかなっていう気がする。いらない、じゃあオリックスもいらない、うん、まあ、巨人とは違う意味合いでってことですもんね。そ、まあそうだね、うん、じゃあまあ確固たるものが持ってるしさ、うん、選手たちが勝手に競争してるし、いやだから必要以上にじゃあ何がいるのかって言ったら、うん、そんなにいらないような気がするよな。ですね。ロッテは、まあ、ロッテはやっぱバッティングコーチはいるかもな。バッティングコーチ、あ、まあそうか、発展途上。いやでもね、バッティングコーチも優秀なんだよね、福浦とか、はい、だからそんなにはいらないな。やっぱ走塁だよな。走塁という部分では吉岡さんだけど、いやロッテの OB でもあるし。あ、そうか、ちょいちょい行くと思った。西岡剛を育てたっていう盗塁を。あ、吉彦さんなんですか。そうよ。あ、西岡選手も。そうよ。そうなんだ。そうよ。じゃあ呼んだ方がいいですね。だから吉彦さんは使えると思うんだよ、うん、プラモデル作ってる場合じゃないんだよプラモデル作ってるんですか。いや、本当にそうか。あの人の伝え方とか技術だとか、はい、本当熱があるから伝わるんだよね。でもどうして他の球団呼ばないんですかね、リーチコーチで。なんでだろう、内股だからかな。そんな関係ないと思います関係ない、教えるのと内股は、ね、全くもそれかプラモデルの作りすぎそうそうそう、めちゃくちゃうまいらしいな。プラモデルですか。あ、え、そうなんですか。プロ並みだって言うよ。え、そうなんですか。一回作ってもらおうと思うんだけどさ、プラモデルを、白かなんか。いや、すごいです。しかもいいのってお金すごい高いです、ね、いや、それはもう買って出すから。あ、買って、もう
プラモデルの臨時コーチでここで呼んでくださいよ。いや本当だよ。あでも吉彦さんね呼んだ。やっぱりロッテっていうのは、まあ、走塁という面では呼んだ方がいいかもわからない、ね、そうですね、うんうん、まあ、若手のね野手いろんな盗塁王を取った人っていうのたくさんいると思うけども、やっぱり吉彦さんはねちょっと一味違うんだよね、教え方って言うことが、うん、だからいいかなと思う。吉彦推し、推しもう本当推しですよ、ね、推し活してるようなもんですよねここで、うん、吉彦推し別に案件でもなんでもないけど、ね、いや本当だってねもらってるわけでもなんでもないんですけどね。そうそうそう、こう言ってる最中でも多分プラモデルずっと作ってるでしょうね、っきっとね、メガネかけてな多分老眼だからね。そうですね。さあソフトバンクとじゃあ楽天は、まあ、新しい監督になるのでいらない、コーチはいらないと、はい、で西武は松坂さんをピッチングコーチの方では呼ばれました。そうだね。じゃあバッティングコーチって必要ですか西武には。まあなあ、まあ必要じゃないかっていうと必要かもわからないね。あそうですよね、うん、どっちかというとピッチャーよりもっていう。まあそうだな、うん、前田とか前田智則さんですか、はい、あー元カープの。そうだ、ね、はい、あいつもゴルフでは忙しいんだよねプラモデルとかなんでカープの選手はプラモデルとかゴルフとかもうプロ級だからね。あそうなんですか。前田さんめちゃくちゃうまいらしい。えなんかプロテストとか受けちゃうんじゃないですか。まああとは谷繁とか。あー谷繁キャッチャーの部分で小川もっとね、はい、あの一人前にするという意味では、うん、谷繁なんかがね、うん、まあいいと思うの教えるの。うん、もう達川さんの時代でもないだろうしな待ってただもう終わってしまったんですか。いやいや、やっぱりさ年齢のギャップがありすぎるやん。俺らでもそう感じるけどさ、はい、やっぱ谷繁ってまだ新しいじゃん、うん、そうですね、まだ50代だし、はい、だから古賀というキャッチャーがねやっぱり一人前になってくるにはやっぱこう、まあ住谷が帰ってきたからな、はい、まああれかもわかんないけど、まあ、谷繁っていう臨時コーチを呼んでも面白いかもわからんね、うん、そうですね、うん、まあ、日本ハムは宮本慎也さんがまあいいんじゃないかって話をしてましたしね、はい、まあ、ざっと今12球団見ましたけどある方のお名前が出てこないんですよ。誰ある方この人いいんじゃないかっていう。俺、はい、俺忙しいって言ったじゃん俺は忙しいよ。八重高さんと忙しいのは分かるんですけども2日でも3日でも、ね、いやでもね、うん、警戒すると思うよ。警戒カメラは回さないでくださいとかYouTube を回さないでスタッフは連れてこないでください一人で来てくださいとなんでバウアーが回して俺が悪いんだみたいな言いそうでしょ。言いそう、それはバウアーが良くてなんで俺ダメなんだろうね。ダメなんだって。そうです、あいつは選手じゃないかって、うん、こっちこただのコーチよって、コーチだみたいな、うん、なんダメなのってカメラも知らないってGoPro とか持ってきたじゃないですか。そうだよバーってなここに下げとくよもうそうですよね、手ぶらだしいいじゃないかと。いや面倒くさいでしょそう考えたら。そうですよね、だから呼ばれないんだいやいやいや、ね、でもなんか豊さんがもし、まあ、DeNA でもいいですけどやっぱりそうしたら走塁っていう部分を教えたいなってあります。ここのキャンプ行ってみたいとかあります、うん、チームで。まあそうだな、まあ、走塁ってやっぱ能力もあるしな、うん、感性もあるし、だからまあさっきほど言ったように、うん、感性だったら元木が合うと思うよ、うん、DeNA には、うん、豊さんよりも。そうそうそう、豊さんが行けるとするとどこのチーム行って誰に何を教えたいですか。俺は日本ハム行って今川を教えたよ。今川一本でお前もう臨時コーチだよ。だ今川選手のもう本当契約みたいな。そうだよ。マンツーのコーチ。また今川のその弟とかもやってんだろ野球。あそうなんですか。やってんだよ。同じ顔、ね、まあ、同じ顔もいいとこだよ。やっぱマンすごい古いんですか。お前どこまで似るんやっていうぐらい似てる。まあ打ち方まで似てるから。いやすごいすごい。で兄貴が打ち方変えないと弟もダメになっていくから。じゃあお兄ちゃん急いで。そうだよ、もういいもの見つけてやらないと、ね、今川選手もし今見ていたらぜひ豊さんにね、うん、独占でコーチを結婚もしたしな、うん、守るものもあるだろうから頑張れ本当に。今川選手と同じねお子さんがね、うん、頃から出てくる。もう触っていいって言うんだったらただでもいいよ。ただでも、あ、臨時コーチ。あ行きたい行きたい。今川選手いかがでしょうか。国が見にはね二軍かい二軍だったらより触りやすいけどそうですよ、ね、はい、ぜひ呼んでください、はい。